リシリ霊文サロベツ国立公園は、北海道にある国立公園。日本国内最北の国立公園であり、リシリ島とレブン島の約半分、稚内市から豊富町、ノ延町へ続く海岸砂丘林とサロベツゲニアが指定されている。公園全体の約7割が原生的な自然状態であり、全域にわたって風が強いため風潮植生になっている。 サロベツ玄野がラムサール条約に登録されているほか、レブン島桃岩付近一帯の野生植物、リシリ島の千島桜自生地、稚内海岸砂丘林、レブン厚森草群生地が北海道の天然記念物に指定されている。サロベツ玄野は戦後開拓による開発の対象になっていたこともあり、国定公園指定の際には公園区域にはならなかったが、湿原の保護や、 観光地として注目されるようになり、国立公園指定の際に、公園区域に加わった。2005年に上、サロベツ自然再生協議会が設立し、自然再生事業に取り組んでいる。リシリ島は、塩水系の火山島であり、リシリ山は、リシリ霊文サロベツ国立公園の、シンボル的存在になっている。高山植物に富む地域の一つとして山頂部には、 微尻ひなげしやボタン金梅ンなどの固有種があり、各所に、鉱山性植物群落による花畑を見ることが、できる。山麓では、トドマツを中心とした、針葉樹林帯があるほか、おたとまり沼周辺では、赤エゾ松や出現植物がある。レブン島は、丘陵性地形の離島であり、レブン金梅草や、エゾノ白山一毛などの花畑、レブン厚森草に代表する固有種が、 数多く存在し、レブン島は別名、花の浮島とも呼ばれている。いずれの島も渡り鳥の中継地になっている。稚内市からノ延町までの約40キロメートルにわたって、数列の砂丘が帯状に発達しており、砂丘の間には複数の故障がある景観になっている。日本国内唯一と言われているミコアイサの繁殖地があるほか、 オジロワシなどの貴重な鳥類を観察することができる。サロベツ原野はサロベツ川流域に形成されたデータン地であり、低平地における日本国内最大の高層出現になっている。多くの渡り鳥が観察でき、中飛やシーオジなどの繁殖地も存在している。ホロノベビジターセンターウィキトラベルには、 リ斯人ブンサロ別国立公園に関する旅行ガイドがあります。ありがとうございます。